どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、妖怪集めをやっていきます。これスイッチ版なんだけども、今スマホ版で妖怪集めやってる人多いんではないでしょうか。俺もねスイッチ版でコンプリート目指してやっていきたいと思います。ちなみに今、大辞典結構空いてます。結構空いてる。で、数えたところちょうど100体ちょうど100体足りません。なので、今日からねぼちぼちと入手していきたいと思います。まあ今日はこの辺からちょっと行ってみようか。ザンバラ島と焼き餅どこにいる？あ、確かいる場所の情報は出てたよね。なんか出てたよね。あ、こうか。はい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 、場所はわかるからそこちょっと探しに行きましょう。ここか。え、あ、夜ね、夜ですね。工事現場は夜じゃないと入れないもんね。ここにザンバラ島がいるか。あ、こいつとかも多分やってない気がするぞ。ジャネガブーン、あ、ザンバラ島いた。ちょっと待って、待て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 よ。ジュースか。あー、倒しちゃったもうジャネガブーンは、あ、いたかな、なんかいた気もするな。ジュースね、オッケー。ジュースはちょっとやりにくいやつなんだよな。あれはね、ヨキシマムゴッドがあんまりないからちょっと難しいんだわな。おお、落ちちゃった。どこだ。あ、あ、放浪士、幻、影浪士か全然違うじゃねえか全然違うよ。ここら辺は多分仲間してるんじゃないかな。もう分かんないけど多分してそうな気はするよ。まあとりあえず、ザンバラ島を仲間にしてみましょう。お、影浪士が仲間になった。影浪士はいたよね。うん、浪士系は確か持ってた気するんだけども、もしかして、あ、初めてのやつだ。影浪士初めてだ。1個ゲット、やった。よっしゃ、来た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 。あ、やっぱね、ランクが低いやつは仲間なりやすいよね。そうだよね。よーし、これでとりあえず2つ埋まったね。残り98体、かなり順調に来てる。意外とね、俺ね戦ってなかったもん、敵と。全然戦ってなかったから、戦っていけばこれ意外と、うん、80体ぐらいはなんか仲間にできそうな気がするぞ。次は当選本来たよ。当選本は仲間なってたでしょ。当選本、こいつはいたでしょ、さすがにさ。どう？あ、いたいたいた。違う違う、ジャネガブーン狙ってたのよ。ジャネガブーン狙ってたら歌うなぎ。歌うなぎはどうだ？これもういないかもしれないね。いや、さすがにいるでしょ。あ、あ、初めてだった、初めてだった。ここ結構取ってないやつ多いね。ジャネガブーン取ったら多分ここはコンプリート。よし、来たー、ジャネガブーン来たー。結構仲間にならんかったね。10回以上戦ってようやく仲間になりました。ジャネガブーンは B ランクか、多分ちょっとランクが高いんじゃないかな。まあとりあえずゲットです。次はここだね。博物館。え、ワープ、いや、ちゃんと言うね。博物館で、からくり弁慶がまだでした。しわくちゃん。え、どうだ。おー。お、あ、
あ、銀閣か。銀閣はもうすでに仲間になってる。カラカラさんいたか。ハンバーガーね。ハンバーガーはあった。アイテムちょっと増やしてこないとダメっぽいね。うん、ちょっとなんかアイテムが中途半端なので、アイテムを買ってきた方がいいかな。まあまあ、とりあえずからくり弁慶なんとか仲間しよう。来た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 。極道、極道もいなかったはず。兄貴はなんか持ってたと思うんだけど、一個下の極道は初めてだろ。よし、兄貴は持ってる、兄貴持ってる。え、極道の一個下グレルリンか。あ、グレルリンかもね。桜の島、あ、こいつは持ってた。っていうかここさ、あー間違えた、からくり弁慶っている？全然見ない。どこにいるの？からくり弁慶。全くいないんだけどね。え、どっかにいるのかな？いたー！からくり弁慶、いたいたいた。あんまり出てこないんだな。ちょっと待って待って、食べ物食べ物。中華。あー、倒しちゃった。中華ね。オッケーオッケーオッケー。あとは根気よく倒していくだけ。よし、中華をあげるんだな。あ、普通にもいたわ。普通にも全然いた。あ、見たい、これはチャンス。いや、もうむしろさ、アタッカーをちょっと弱いやつ入れて2体。いやいや、それじゃダメだ。もっと、うん、高速でね、周回していった方が絶対いいもんね。そうだよね、それが絶対間違いないはず。さとりちゃんは確かいた。さとりちゃんはいたはずね。いたよね、ほら、いた。やっぱりあと残りはここからくり弁慶だけだわ。早速来た、早速来た。もう言って間もなく早速来たよ。はい、からくり弁慶、からくり弁慶。よし、ニックネームはつけません。いやー、今日だいぶゲットしたよ。うん、今日はどんくらいだ、 1,2,3,6 体ぐらい新しいのゲットしたでしょ。うん、今日はなかなかいい感じでいけました。ならば最後に今日のガチャ引いて終わりましょうかね。よーし。ちなみに狙いはこの3つだね。うすら影、不気味、そして豪傑か。あ、違う、勇ましだね。勇ましい、不気味と、薄ら影だ。の S ランクキャラで、山不器鬼だからね。あと、それを狙えばいいんだ。で、今日、パスワードで、あれを手に入れたのよ。5つ星。なんで、それで、出てくれればいいかな。最後に回そう。5つ星はね。じゃ、まずは、不気味な、あ、違うな。うん、こっちから行きましょう。青コインで3回回した後に5つ星を最後回しましょうね。赤外れ、金以上だもんね。 S ランク妖怪は金以上で出てくるんで、まあ、黒だったら確定だよね。黒だったら確定。はい、まあ勇ましでもいいんだ。勇ましの封印妖怪なんだ。勇ましの S ランク。おお、来た、来たんじゃない。あ、違う、轟獅子 A ランク。轟獅子じゃないんだ。はい、持ってる。轟獅子はもうレベル99のやつを持ってるんで、
違う。なら紫コインいけ。赤と青と紫で S ランク出ればいいからね。あー、外れ。カオベロス。お、青からカオベロス、なかなか珍しいんじゃない？こいつ結構ランク高いよね。C ランクか？カオベロスじゃないっけ。はい。OK ね。もうすでに持ってます。じゃあラスト。行こう。ラスト。五つ星かぶるなよ。頼む。封印妖怪。お願いします。封印妖怪でお願いします。頼むよ。うっそ、ひどい。こいつはひどい。嘘でしょ。びっくりした。まあ、山吹鬼にほんと難しいな。はい、ということで、今日は新しい妖怪6体かな、うん、5、6体ゲットしました。残り95体ぐらいです。まあまだまだだけども、ぼちぼち出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。